ちは。ごめんなさい、いきなりあまりこが固まってしまって再起動してきました。今日はね、祝日ということでメガテンにしたお昼。ウィンドさんいらっしゃい、一ゲットありがとう。ビフロストさん、百式さん、ノリトペさん、クロムゼさん、9個目さん、13個目さん、M さん、フェアさん、19個目さん、シンオさん、ウータンいらっしゃい。さあやりましょうか。今日は一匹お別れをしたいと思います。シゲル放送でしたね久々やったな。アクザハラユウさんいらっしゃい。ちょっと空風鈴を作りたいと思うので一匹開けます。リスラヤ、そろそろクリアしそう。いやまだまだじゃないかな。一応目標としては今月いっぱいなんですけど、またちょっとお盆で行方をくらますかもしれないのであれサハラメガテン最近やってないなってまたなるかもしれないまあ頑張ります。そうですね、肉壁の刑にします。マズルカのマッピングをしながらにしましょうかね。みんなもお盆休み始まったの？久々わっこついらっしゃい思想しないで。今日からお盆の人多いだろうね、連休、有給か何かとって。どうまじだったね、いらっしゃい。今日から来週の木曜か。ああ、ゆっくりしてきてください。まとまって休みがあるとさ、何しようってなるよね。あ、今日から。いいね。あ、もう折り返しなの。そうなんだ。一般的にお盆って、だいたい、16あたりじゃない ?16。13、14、15。あ、そうか、16が祝日挟んだら、16も休みだったりなのかな。ニコ生ライフですかじゃあなるべくいっぱい遊べるようにします。さあ誰を処刑するかは、どうしよっかな。そうだね、ゲーム好きな人はもうこれを機にさ、もう徹夜の勢いでゲームをガツガツクーラーの効いた部屋でやりましょう。のこじま？ちわいらっしゃい、あこついらっしゃい。調子悪い？のこじま、みんなブルブル震えてる一体誰なんだって。できます。サラマンダー、キマイラ、そしてバステトの魔法がすごく効くのでバステト呼びます。なんでやるじゃねえんだよ、今日が休みだからだよ世間様が。早くに連日の長時間放送を予約してるのもあっと察してしまうええやん、せっかくの長期間。気まぐれさんいらっしゃい。まだサラマンダいるのか。お別れをね、しようかなと思ってますよ。サラマンダ、気
駅前が中島バス停という意味かもしようか。あくん、いらっしゃい。うん、休みの人もおるんじゃないかな。今日って何の日？ 11 って出ないのか、Windows。 戦闘が消されるのか。この前の続きマッピングしようか。山の日。へぇ、ヤソーいらっしゃい。トピタさんいらっしゃい。海の日から追加された祝日か。みんな山らしいことしようよ。山登りをしよう。山登りゲームとかあるのかな。あるとしたらすごい地味ですよね。ね、マズルカは8階からがスタートなので7階におります。エキムが5匹出た。エキム、海山ときたら川の日。雪山登るゲームあった。へー、あるにはある。マイナーすぎだろう。でも結構詳しくはなりそうだけど、実践には全然役に立たないだろうな。クマやイノシシが出るの？山の登山芸人？こんにちは、ホリー山野です。いらっしゃい。登山の RPG があった。なんだこいつ、ストーンか。ぼわっと鳴き子かな。あ、こつです。ライさんいらっしゃい。お昼からお帰り。あ、聞くわ。バステト強いな。こいつ仲間になるの？今はいいかな。ストーンかね。ストーンか仲間になる。キノコの山の日。あー、ロープウェイで登るのもそうですね。ここからマッピングしておりません。アバオアク、言いづらいやつだ。タケノコなめんな。いい素材。そこで素材認定。青バク。アルフォート。アルフォートってまだあるん？あれ昔よく冷蔵庫で冷やして食べてたな。まず攻撃力強いんだな。次で一掃できますかね。よし。ソフラン、こんにちは。いらっしゃい。こんにちは。今日はね、山の日らしいんでメガテンにしました。みんな休みかな思って。夜もね、なんかできたらいいんだけど、どうしようかな。メガテンを頑張るか、別ゲーにするか。え？山の日だよ。なっちゃん痛い。ホラゲーは明日でしょ？あー、夏目が邪魔をする。そろそろクリアして見に行こう。次は抽選会ですよ。元ネタ以上にガンダムが有名に。のまのまさんいらっしゃい。エロゲーしたいけどさ、実際やったところで逆に盛り上がらん気がする。
恥ずかしくなってくるな。こいつは痛いんだな。まあ処刑にはいいか。メディカルでバステトにしましょうか。バステト休みじゃないの。お疲れ。エロゲー淡々とやりそうだよね。そうだね。エロゲーをね、も何個か持ってる。もう手放そうと思いつつもまだあるな。前の抽選ゲームはちょっと待ってよ、不忘れした。鬼です。鬼人降臨伝鬼。なーちゃん元気ですね。サーランコツいらっしゃい。ウィズの改良版みたいなんですか。同時期ではなかったかな。ウィズと比べるのもまたちょっと違うゲームかもしれない。そもそもが違うかもね。結局処分してない。誰かいる。アバオワークって何かの伝承の幻獣。勝利の塔に住むんだって。おそらく当たり前だけど8階と7階って同じ軸でつながってますよね。階段つながるってことだよね。伝わるかな、言いたいこと。あ、そうそう、ペルソナのね、元祖ですね。ペルソナシリーズご存知ですか。今度5が出ますけど、それはどうかな。え1、2、3、4、5 1、2、3、4、5。そんなことがこんなダンジョンゲームであっていいのですか。あ、こついらっしゃい。あー、雰囲気が墓地っぽい。そうだね、マズルカはいい雰囲気だね。そう、あ、そうなんだね。ペルソナは外伝だったのにいつの間にか立場が逆転。あっという間にバステトの MP がなくなるな。サイドセブン、悪魔の招待所とかで出てきそうなマップ。そういうゲーム。サラマンダーとお別れができたら、クーフーリンも作るので、ちょっとお仲間集めに行きましょう。そこまで行けるかな。あ、こつです。カエデさんいらっしゃい。ガンダムから来てるのかな。マグはね、結構あります。マズルカすごくマグ持ちが多いんで、いけそうですね、ここは。
の子いらっしゃい。バク以上にね、くれる敵が結構出てくる。大盛り上がり。あ、寝た。しまうか。今ね、マズルカの、北側です。北側、西側といった方がいいのかな。西側、北寄りの西側。まあマッピング途中なんでわかんないな。どこにあるかもう想像できてない空間が。680マッカか。宝があってコウモリアが3匹出た。おおおおおおお、ちょっとか。そうです、うん、瓶から入ってます。あー、これは終わったな。こんにちは、いらっしゃい。こんにちは。西の方は2マスずつずれてる。へえ、ずれてる。うんうん、何とずれてるんだろう。中島、うまく言えない。上下階がずれてるってこと？8階と7階とか階段の位置が合致しないってことかな。上下、あー、そうなんだ。分かった。まあ地道にやるわ、マッピング。サラマンダー作れた時感動したんだけど、そんなに使えなかったっていうな。今 E を向いてますね。 E ということはモテる。あれ、今 E でしょ。ナースが5匹出た。キマイラ回復して、サラマンダーやばいやん。うんうん、そうなんだよ。ちょっとね、あんまり相性良くなくて、ゴニョゴニョしようかなと
思ってまして、そのための戦闘大丈夫かサラガンダー、今助けるからな、今助けるからな。合体させる人がおらんのんちゃん、てか合体させてもまたその一匹分ちょっと邪魔なので、キマイラやられる、キマイラはダメだよ、壁だもん。え、この行為がバンYouTube 先輩にバンされた。あ、今までありがとう。夏目悪くなかったしそうね、シューティングゲームが団体なのかサラマンダーを見せるものは豪華に焼かれるという。今日は悪い夢を見るかも。 K6LK L5G3CX P85NWRFRFNF E897SX。 はい、これは明日の寝言予想ですね。ふう、ちょっと暑そうだね。いい天気だわ。 P85NWRF7XVN6G LF Q7S。 よし。このパスは辛い。だんだん慣れてくるけどね。いらっしゃい。羽根子さんいらっしゃい。今ね、中盤超えたあたりみたい。かな。ようやくですよ。ゴーストさんいらっしゃい。今から。よし。スマホでは撮影せん。
では、素材を集めてくるわ。まずですね、キャンサーとヘケット行きます。キャンサーとヘケット、こんにちは、いらっしゃい。日野香口先生はステータスが足りませんでした。頑張ったんだけど、やっと行けたってなった時に抜けませんでしたってなったから。今日も京都で二人で続かけた。いらっしゃい。ちなさん、いらっしゃい。運が足りんかった。強さ、攻撃、運だったかな。違う、強さ、知力、運かって言われてたのに、私が昨日機敏さを上げて怒られたので、今度も全部運に振ります。相変わらず悪そうな顔だ。強い仲間を作っていくのが楽しい。なかなかちょっと覚えられないけどね。やっぱ初代とだけあって、図鑑も何もないし、今後が楽しみかな。なんか図鑑的なものがあれば。今後とも楽しみ。ああ、攻略本片手に、それが一番遊びやすいかもね。全部載ってた？仲間とか。マップとかも載ってたんかな。これは最古の目ですわ。昔は攻略本とセットみたいなもんだった。3回ぐらいにいた方がいいかな。大丈夫、ファミ通の攻略本だよ。大体そうだね。あとは自分の目でっていうのが多かったかな。攻略本もマップの最後のが自分でやってくれたから。でも実際それで十分な気もするよね。こう完全版、今ね、ほとんど完全版で出たりするけど、最後の方は確かにいなかったかな。昔はナムコのコールセンターみたいなところで攻略ヒントとか教えてくれてた。それは、つまり、お姉さんと喋れたってこと？ちょっともっと下行こう。そういえば、ソアラさんにおすすめの方眼ノート見てた。何？新しいね、方眼紙ノートおすすめですか？君の目で確かめよう。今考えると素敵ですよね。お姉さんと喋れるんだよ。5回あたり行こうか。レオさん、いらっしゃい。 V ジャンプの攻略もわかんのか。ここよりも ノート開いたら平面になるやつ、なんだろう。平面になるの意味がわかんない。なんかない？アドレスみたいな。サハロン、ポケポン GO やってるの？やってたんだけど。やってたんだけどさ、初期化されてもって。ノートがフラットになる？
要するにノートの普通の意味、あ、それいいですね。それマッピングに最高じゃないか。夏に出てもいいよね。ポケモンも。少し前に話題になったんだって。知らなかったな。溝がないとかこんにちは、いらっしゃい。ちょっと素材が空気を読んでるな。怖がって出てこないな。もっと下行こうか。でもヘケット上の方だったよね。ポケモン GO ってアップデートされると勝手にアカウント切り替わるって話しなかったっけ。私多分あのアカウントでやったと思うんだけどアカウントを間違えたんかな。またやってみるわ。欲しい時にはなかなか現れず、いらない時には大量に出る。これが物欲センサーというものか。あ、ほんと？わかった。あ、出た、ヘケット。かわいい。ザク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 。8分の3ですね。いけるな。ポータマコ。ちょっと欲張りじゃった。次、鍵。鍵。鍵も5階でいいかな。下の方行こうか。下の方行こう。アイドル。抹殺。もう一匹ゲットしたから。今日もいい天気ですね。出た。カニカニ。カニって結構素材として優秀。そうだね。結構あのバッグを何回か作ったから、素材のイメージだな。安っ。12マグ。どうぞ。バカにやった、バカに。おし。でぃーん、ちょろかった。ちょろがにやった。一直線。ヘケットと、キャンサー。バイバイ。なお、10秒後。ギザミもザザミも。なんか合体させられたぞ。させるぞ。
1,2,3,4,5 よし、そこでお料理になりました。魚とカニの鍋。次トレント作ります。トレントはもう一回カニとドリアードなので、もう一回カニとドリアード、魚臭くなくなったいつもカニの位置忘れるな。3回やったっけ。コーツいらっしゃい。6階だ押していくわ。不満そうにしています。武器で脅してみますか。兜割りするぞ。よし渋々と仲間になったうん、弾もったいないね力こそ正義。ドリアードってゲームによっちゃ美人さん、なんか森の妖精みたいな感じですよね、ドリアードって聖剣伝説そうだった気がする。あとはカニ、ドリアードが1匹出た。ビンビン丸さんいらっしゃいハンバーグ、ひらがなの方がかわいいな。ポートも帰ってきた。出た。よし、行きますか。いまだに持ってる女神転生の攻略本いらっしゃい。大事にしてるんねあこつです、いらっしゃい。ついに行くか。行きましょう。まずドリアードと、キャンサーで、トレントを作ります。そうだね、プレミアついてそう。綺麗に残ってれば。ゲームなくても攻略本買ってた。それはないな。そして、バクとトレントで待ちに待ってた、ああ作れるよ。空風林作りたいと思います。いきますよ。とってもねおすすめをされたので。何色かな。とうとう来たね。てん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 、かっこいい。まだだよおー、いいねー。私は玄魔空風林、今後ともよろしく。ウィズのラノベがプレミアで1万になった。へえ、勝ったな。広大ポイント13、すごいねー。へえ、もう合体もう合体すんの。ちなみに、234、ナーガとは？おー、
5年車作れるわ。そしてキマイラとは、もう5年車作れるわ。ゾウってやっぱラスボス級だよね。そうね、ガネーシャも欲しいな。スフィンクスだって初めて。でもなんだか微妙ですよ、魔法が。メディカとクリンク、あーサイクロン、風の魔法か何かかな。ガネーシャ気になるね。サトスさんいらっしゃい。サイクロンはね、ちょっと待ってね、画像で保存してるんだ。あ、今ないよ。翼が放つやつって、うんうん、最軽の最上位。あー、はいはい、吸引力。では、マズルカの続きをマッピングしよう。そうしよう。中島はね、34です。赤きサイクロン、ハリケーンと大風の仲間。次に歩を打つ。いろんなネタが散りばめられてついていけない。よし、じゃあ続きをマッピングしよう。行けるところまで。あ、バグさんだ。二人でどれぐらいで倒せるかな。二ターン目、三、四、五。なでなでしてもらいたい。そう考えると可愛いな、バグ。犬っころやん。服従のポーズだったね。ワンコそうだね。ファンガスめんどくさい。倒せそうだけど。いいですね、すごく。この、デジデビが基本でこう今後のゲームもあれなんだよね。ガツンと変わるのかな。トムクルリンさんいらっしゃい。一匹か。さあ行きましょう。じゃあ、キマイラ、クーフーリン、バステトにしようか。ナーガもなんとなくお呼びでない感じはあるな。イーサンいらっしゃい。スラさんいらっしゃい。ケツドラムはね、このマップはあんまりなんだな。
応キマイラ盾にしようか。キマイラ空風林中島が捨てた夢か。鬼の時みたいに朝方とかにクリア、ないよ多分。多分ないかな。頑張って夜にするようにはする。いや、実家には帰らんな。かね、振り切った。じゃあさっきの、同じ階段から行きます。そういや結局鬼のラスト見れなかった。YouTube にあるんで、ぜひ。マッパ使ってない。使ってないです。次の日休みならいいんですが。YouTube 最強説。本当にナースマブうまいな。あれ、フェンリスって弱くなかったっけ。硬いな。保存がてら外部に残す人、あ、そうなんですね。結構増えてるんだ。やっぱりなんかこうお金を払わないと TS が見れないっていうのはちょっと疑問に思えてくるかな。にニコニコさんよ、あまり言うとバーになるからやめや。配信する人だけでええと思うんだ、お金払うのは。ゲップキャンセルしないで。フェンリルは確かロキの息子。惰性でプレミア。この人がいたいんだな。逃げてもいいかもしれないな。ちょっと減りが激しい。そもそも配信するのにお金、そうなん。お豆いらっしゃい。そうなの。配信する側がお金かけるのはわかるわ。要はなんかサーバーを利用してるっていうあれで利用料としてはいるのはわかるんだけど、そうか、動画前にはプレがいいのか。なるほどね。大半の外部配信サイトはお金かかる。あ、そうなんですね。ちなみに YouTube はなんかタダでできるっぽかったな。確かに。大丈夫か。逃げますか。もったいないな。素敵なゲーム来た。いらっしゃい。ニコニコくらいしかまともなサイトなかった時代の殿様商売ではなかろうか。ショールームっていうところがあるの。なんかエッチやな。このメディカル助かるなぁ。フォータマがもうあれだよね、使わなくてよくなってる。空風林、ドワンゴ潰れたら配信できんくなるじゃん。私どうしたらいいのよ。フォータマ、そうだね、もう仲間にするときか、すごくピンチなときに使う感じかな。
のう。こいつちょっと仲間にしてみる。8分の6、ストーンか。近寄ってきました。武器を収めますか。はい。にやりと笑った。192マグ欲しがっている。いいよ、どうぞ。喜んでいる。あ素直で可愛いやつ。アベマかツイッチ行きましょう。アベマって配信できるん。今話題のあの無料チャンネルでしょ。そうなんよ、ちょっと硬そうなんよこいつ。どん。あ、あ、素材か。うん、有能なの。素材やったわ。ご察しやった。ご察しやったな。お肉やったね。なんでそうやねん。次は神ゲーの2やるのか。一応ね、私のコミュニティ交互で抽選会を行ってるんで、次はね、何の RPG になるかわからないんです。メガテン好きの方がいっぱい来たら、メガテンになる可能性はあるね。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3。ちょっとこいつは逃げます。牛鍋だ。アベマって寛平さんちゃうんやで。アベマ、もう一回。1、2、3。そろそろケース陣のネタも尽きてきた？ん？別に名作とかでもいいんやで。マニアックマンションや。マニアックマンションはね、アドベンチャーじゃん。ちょっとこいつは逃げよう。除外でいきましょう。規制を入れてしまうとな。いい。1。ガルは RPG には踏まれません。コウモリ、この人も連れて帰ってみる。スーファミのウィザップ。RPG って書いてある。いや、ね、ハードは閉まってないね。 BL のやつ面白かった。またやりましょうね。知らん顔しています。近寄ってみますか。はい。私のナーフォーモリア仲間になってほしいのかならば、フォー玉をくれないか。はい。素直なやつやった。ペペさんいらっしゃい、こんにちは。バイトセイさんいらっしゃい。ハマサバと、全体的にやっぱちょっとこう左寄りですね。自分の方たま握ってる？握ってないよ。ちょっと雰囲気変わるよね、マズルカの BGM。 2、3。ナースが6匹出た。
と何層ボワッとなで頑張って囲碁指南92とかやれたらきついだろうな48カリ、うん、一番にゃん。ミスティックアーク、ミスティックアーク、ミスティックアークってなんだ。百鬼夜行が負ける時点でサハラに勝てるケースゲーが見えないみんな好きね、百鬼夜行。あれはいいゲームだったって、だったってエキムが4匹出た。ねえ、ボワッとな。あ、靴、グリュンさんいらっしゃい。青鬼がアニメ化されそうですが、見ますか？アニメ化か。じゃあ、青鬼やってって言われたときに、アニメ見たからもう、大丈夫ですって言えるから見ようかな。サラさんいらっしゃい。アニメは微妙。アベオニをリメイクしてください。アベオニだったらちょっとやりたいかも。カリスマ新社さんいらっしゃい。それは許されんそうな。あれって邦画の映画か何かにもなってなかったですか？青鬼って。ドラマか映画か実写で。すごいよね、振り毛も映像化する時代ですよ。実写化されてたよね。94マグ。夢日記もなる。へぇ。夢日記ってなんかこちょっと世界がすごい気持ち悪い感じのホラーゲーだったよね。知ってるかも。初見さんいらっしゃい。こんにちは。なんかちょっと向きミスったかも。向きミスってる。あれ、どこでミスった？向きミスってるな。しばらく見てないうちに、さっきね、仲間にした合成。皆さんいらっしゃい。ついさっきね、うん、参入したんだ。毎度いってらっしゃい。ピンクだ。ピンク色。変な色だな。いろいろミスってるな。
くなんだろうね。さっきの十字がいっぱいあったところって、わあ、マイコニドロが1匹出た。どうしますか。あ、よよ、もののけ。クーフーリンが強いのかな。マッピングを見するとは何事だ。あ、あそこだな。あそこ、なちゃん出るの。ちょっと待って、マグがどんどん溜まる。5000マグもある。マッパーのコールが切れた。来てないとこ来てもったな。あ、ニュームーンだ。月かけろ、月かけろ。あれ？上に行く階段があるなあ。あ、ごついらっしゃい。山の日の次の祝日は何がいい？猫の日。にゃーん。これやっぱりあそこの7階、8階のとこ出るのかな。あ、また別のところだわ。危険ですね。ちょっとやめとく。別のとこだ。鶏肉の日じゃないんですか。鶏肉の日は毎月28日なので大丈夫です。山の不動の日だから。本当に。そうなん、山の不動の日だってよ。それはすごい日だな。あ、マッパーできるね。あ、おかしいですか、マイク。あ、あ、ノイズ乗ってる？特にいじってないんだけど。あ、あ、それ近所のスーパーで鳥の日なのでは。ケンタッキーの日だよ。あ、あ、あ、喉が枯れておりますか。ヒラさんいらっしゃい。ラオウさえ恐れたというあの不動の。何ノイズなんでもいい声で。あ、ありがてえで。アルラウにいないけど見に来ました。バステトちゃんじゃいけん。アキさんいらっしゃい。お疲れ、ゆっくりしてね。どう来たかな。マッピングをミスってもうた。あ、食いつかれた。ダメ？ダメなん？いいじゃん、バスケットちゃんで。やばいやばいやばい。8匹の先生は痛いぞ。ユミコのスワードナで帰るかだな。ちょっとそうしようか。マッピングもできないし。タコです、いらっしゃい。ちょっともうちょっと MP があるうちに。アバウクはモイキャラ。危ない危ない。サラマンダー使わないなら、ドワーフでクラスアップできる。うんうん、せやね。サラマンダーね。うん、
見て。はい、バステとアバオくんはもののけ姫で見たことがあるよね。この前ありましたよね、もののけ姫。ちゃんと見たいな。気の間早くもいなかったか。うん、さよならしたよ。ゴニョゴニョしました。四つ目で流行りが見ましたけど、うん、あっちのルートにしましたよ。飼い主のエゴの犠牲になったの。一回も戦闘に出ることなかったな。これはどこだ。似たような地形、 E を向いていて、なぜ逆にマッピングしちゃったからな。ないな、この場所。もっと金とこじゃない？あ、違う。戻れたかも。戻れてない？いい。いいを向いてる。戻れてないわ。勘違い。いらっしゃい。迷子な。迷子な。じゃあ、N 方向に行こう。今これ南に来てるのか。いて。逃げる。あこぴーぴーいらっしゃい。暑いですね、今日も。夏らしいと言うべきか。大丈夫、マッパーしたから。帰ってこれたかも。3つあって。違うな。NN。とりあえず N だ。今日涼しい？なんか家の作りにもよるじゃん。マンションとかってすごくこう空気がこもって暑くなるけどさ、一軒家とかだとこう風の通りがすごくいいから涼しかったりするよね。マズルか合力棒あっても迷ってた。うん、熱中症気をつけてね。今何時？ 1 時か。何時までやろうかな。とりあえず1時半枠閉じ予定で。あそこ階段だわ。あ、来た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 。あ、来た来た。戻りました。戻れたよ。5時までよろしく。クリアまででしょ。無理ですよ。寒い日は猫暖房使う。アルラウンジのスクショ撮った気もよかった。YouTube へどうぞ。あー、
その逆に県は冬が寒いんだ。そっか、どっちもどっちなんだよね。ちょっとマーピングミスってしまったから、ちょっと答え合わせをしようか。ここ合ってるわ。合ってるでしょ。ストーカーが一匹出た。間違えてる。ここから間違えてる。なんとか修正できそう。文明の開花を使うよ。秘技修正テープ。カリ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 。コミケはね、地元にいた時に、すごくちっちゃい同人即売会っていうんですか、みんなが言ってるさ、ああいう超でかいのとか当然ないし、こう田舎っぺがこう集合するようなのは行ったことがある。昔ここだわ。よし、マッピング再開。1、2、日本一人が集まるイベント。そうそう、ローカルローカル。聖地は全然興味がないかな。あれ、アニメの題材になった場所とかってことかな。あ、そうだね、まあ基本東京であるんだっけ、でかいのはね。そうそう、あの小規模的なやつで、こうスケブってわかる？スケブがこう、あの競りみたいに売られるの。これ次何円って言って、1、2、スケボって今言おうかな。スケボの競りがあったわ、田舎で。うん、ペチペチお尻叩いてますね。おこついらっしゃい。あ、まあ小規模あるでしょうね。あの限定の、しかもこうカップリング限定イベントとかたくさんあると思うわ。マニアックな人しか来ないような。印刷じゃないのか。そう、スケブスケブ、スケッチブックにその人が手書きで描いた絵を売るの。今じゃ考えられんのかな。123、それは田舎ペニア需要があるよ。あー、オンリーベ、そうだね。ノッポさんかな。あー、ボーイズラブのイベだった。ストーカが3匹出た。来たとこか、これ。1、2、コピーとか聞いたことがある。あの、なんだっけ、サークル得意のさ、うお、びっくりした。いらっしゃい。全員それで喜んでるだと思うと割と衝撃。1、2、3、1、2、3、1、2。マズルカも広いね、だいぶ。
次こっち、W を向いて、あーここね、ここに8階に行く階段があって、はい、これじゃあ3番ね、3番の階段、3番1、2、3で逃げる。突発的に本作りたくなるとコンビニのコピー機とホチキスで本作る。うん、基本だな。あ、そうだ、ペーパーだ。私が言いたかったの、ペーパー、サークルペーパーってあったじゃん。あれまたなんか欲しい。1、2、ここが、6階に行く階段、1番にしましょうか。1番、じゃあまだちょっと7階マッピング終わってないんで、それはペーパーや、ペーパー、一緒やん、イントネーションが違う。ペーパーな、ペーパー。ちょっと残りの7回マッピングしたいと思います。マグが4500、アバオアク、この流れで合わせるとか言うとやばい。合体ね、合体。はあ、逃げれんかった。こいつ仲間にできないの。うん、こいつはいらない、クラゲだし。こいつ可愛いけど無理。どこが可愛いんだこんなん。こんなん言っちゃった。いりません、いらない。あ、そっか、お盆だから出てきてんの、クラゲか。クラゲよく潰してたな。プチュプチュ。あれ全部目なの、怖いわ。あ、まあね、食事の部分はいいけどさ、カニの方がうまい。あ、ユミコ10か。やめとこうか。スワード内に置いとこう。バステットが250。W 向いてて。行き止まり。こうちゃん来た。え、よく潰さんかった？クラゲってさ。海辺に打ち上がってる死んだクラゲおるじゃん。あれを砂浜のに落ちてる流木でブチュブチュ潰して、砂まぶして、きなこ餅って言って遊んでた。あ、あれ？これ、山口では普通の遊びやってんけどな。きなこ餅どうぞって言って、ないのやらねえよ、マジで。山口では普通ですよ。普通。普通だよ、な。普通だよ。やるっしょ。一応だから、死んでるやつね、死んでるやつ。山口でやるの。どこマッピングしたか忘れたじゃん。ちょ、なっちゃんやめて。どこじゃったっけ。ああ、ここだ、ここだ。やばいにするのに。髪の毛。なんでよ。子供の頃の、子供の頃ってちょっと残酷であったじゃろ、みんな。アリとか見つけたらさ、それと一緒だよ。
一緒。どんな声出して潰してたんですか。無言で潰してた。ブチ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 。だクズ餅みたいじゃん。あいつらさ。お。運を上げる。運。よし。ユミコは攻撃あげようか。はい。どういう問い上げてる。おしっこはかけんかったかな、さすがに。そう、男の子限定じゃろ。あれにしたら巨人や。うん、そうそう。笑ってないです。あんたくしね。うん、じゃあこれ禁句ね。禁句にするわ。 TS 消すわ。今見てる人だけの秘密ね。もう他の枠で言ったらダメよ。あ、あれ間違えた私。どうなってんだこれ。 NN あー、ここか。危な危な。以降クラゲ NG ワードとなります。アリは未熟かもしれない。ニャンさんいじめてないですよ。クラゲ潰しすぎでしょ。誰新しい人ですか。ご提案ありがとう。ノリさんいらっしゃい。知ってるの主に山口県民の人が、うん、聞いてみて。名前伏せてね。もうマッピングミスったじゃないか。カオスコードを暴露していく。普通だと思ってたわ。あんま言わんとこ。じゃあ、コハにそういう教育はやめとくわ。生き物は大事にね。きなこ餅も食べれなくなりました。美味しい美味しい。大丈夫です。また足りないな、方眼紙。ミスったな。1、2、3。ギリか。1、2、3。ギリだわ。チャナさんいらっしゃい。マヤモもいらっしゃい。もっとそういうエピソードを求めてしまう。そう、うん、それが普通だったかなと思って。うん、シミの抜け殻集めたかな。さすがに頭にはつけんかったけど、今でも見たら持って帰りたくなるんだけど、ちょっと発狂されそうだから。やめるの。にゃんこも食べそうやしね、パリって言って。ラトスの像は5階にある。じゃが仕掛けがあって同じ重さのもの。お、と口が過ぎたようじゃの。うんうんうん、いいの持ってるかも。ラトスの像というのがあるらしい。ラトスの像は、5階ですね。同じ重さのものを集めて何するの。飾るので、こうだんだんこう乾燥してきて。やめよう。銀さんいらっしゃい。海はね、海はそんなに綺麗じゃない。山口は緑色だったよ。うん、なっちゃんがいる。セミは食べたことないです。ここに人がいるんだね。同じ重さのもの。気になれ気になれ。気になるんだ。さあメガテンするよ。ゲームゲーム。あ、もう1時半じゃん。ファミコン版のロードスターだ。いらっしゃい。リンゴ3個分じゃなしに、アリスの首飾りですね、おそらく。アリスの首飾りと、
何かが同じ重さって言ってて、ゲームはいいよ、そっちの話に興味がある。何ネガ天枠です。どこにメモったんだ、あったあった。シードの牙3つと同じ重さ。シードの牙、シードの牙の3つ。もうアルラーメンいないしな。雑談は取らない。とでかい流木でぶっちゅうってな。続きです。流木は持ったな。なんか最大値かな。6万何部だったっけ。65535、65535。そうそう、うん、ヤンコ、ヤンコがおります。階段4つぐらいある。10から11になりました。カンストか。ニャンズは首穴とか剥げたりしない。私が気まぐれでつけるからほぼつけてないな。今1週間ぐらいついてるかな。ずっとつけたら剥げるっていうね。ちょっとね、可愛くてつけたくなっちゃうの。剥げちゃうだろうな。剥げるっていう、そうそう。まずるか厄介？そっか、ちょっと見失わないようにするわ。ってことで戻ります。もう剥げてるわしに怖いものなどない。あ、あ、そっちか。なっちゃん見えない。そっちやった。じわじわ。うん、眠った。デリケートな話題でしたな。汗だく、うん。
ビオン。夏が来ると冬が早く来ないかなって思うんだよね。でも北国の人はもう冬はもう混んでいいって思ってるだろうし。あ、何？何こうちゃん、なんか攻撃された何よ。ビクってなるわ。ポルターガイストかもう超絶ビビリだからさ、大きい音やめてほしいんだよね。堅くなにホラーゲー避けてるのに。よし、こちらの、上側まだマッピング終わってないので、お盆だからね、抜け殻くれって言ってるマカを要求している。逃げる。向かい火を炊く前にお越しになったんです。お盆だから。私もお墓周り行かんとね。まだマッパー残ってるわ。あー、冬疲れだ。夏が終わってほしいというか怒ったよう腹出して寝てるんだけどな、暑いんだろうなって。減りましたね。おう、広い広い。1212、あ、縦長。なちゃん無理よ、そこお姉ちゃんおるから。じゃないよ。夏目のケツに怒ってた。聞こえた？キシャーって。あ、もう1時半過ぎたね。そろそろやめようかな。聞こえた？じゃあこうちゃんの威嚇で終わりたいと思います。はあ、ゆっくりできた。じゃあまた今日夜何か。ゲームでも何かできたらやりたいと思ってるんで、じゃあ皆さん良い山の日をお過ごしください。お疲れ様です。ちょっとスワードなんで書いとくわ。熱々